物価高か超えられるか賃上げいよいよ過境にですトヨタやホンダなど自動車大手が要求に万額回答を早期に出すなど各企業の賃上げをめぐる動きが過境を迎えている一方で物価上昇が加速しています岸田総理が目指す物価上昇率を超える賃上げは実現できるのか政治部の担当記者が スタジオで詳しく解説します。ここからは政治部の伊藤信介記者です。伊藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。主要の企業が賃上げ要求について回答する、えー、春闘の集中回答日まであと半月余りとなりました。はい、迫ってきました、はいえー。賃上げをめぐる動きはまさに夏興を迎えているんですが、えー、こうした中今日国会では気になる動きがありました。 金融緩和を継続し、経済をしっかりと支えることで、企業は賃上げをできるような経済環境を整える必要があります、うんはい、今お話ししていましたこちらの方、はい、次の日銀の総裁候補の上田氏が、国会での所信聴取に応じまして、政府と密接に連携し、構造的に賃金が上がる状況を作ると発信したんですね。 まあまあ、さに賃上げを促すような発言ですよねそうですよね、うん、一方でこちらもご覧いただきたいんですがえ今日発表になりました1月の消費者物価指数なんですけれども去年の同じ月と比べて4.2%上昇となりましたこれは41年4ヶ月ぶりの上げ幅となり今年に入っても高水準の物価上昇が続いていることが明らかになりました政府関係者は数十年の中で異常な状態だと まさに危機感を強めていまして、物価上昇率を超える賃上げを目指す岸田総理にとっては逆風となる数字になっていますまさにこの4.2%、直近の物価高というのは異常事態だと思うんですけれども、岸田政権として何か秘策といいうのはこれ考えているんですか、はい、政府としてはです、ね、この急激な物価上昇が続く中、なんとかです、ね、これ間に合うように賃上げを実現していきたいわけなんですね。はい、そここで注目の裏情報がこちらになります 賃上げできるかは世間の空気次第です空気はいそうなんですム,ムードっていうことですかそうです、ね、どういうことでしょうかこれ意外かと思われるかもしれませんが、はい、政府がこの賃上げの最大の鍵と考えているのがこの空気なんですね、はい、いや意外すぎますねそうですね、はい、どんな声が上がってるんですかはい、複数の政府関係者はこのように話しています一様に口を揃えておりまして、まあ、ムードを作っていきたい 景気は気から、気運を上昇したい、そしてマインドつぐりが王道と話していまして、で今年はです、ね、賃上げするぞという空気が世間に広がることで、企業側が賃金をこれ上げる、賃上げに踏み切るのを期待しているようなんです世論、空気、本当大事なことだと思うんですけれども、はい、どうも。 ちょっと人任せという風な印象も受けてしまうんですけどそれは何かこう事情というのがあるんですか、はい、そうですすそうねちょっと驚いてしまう方もいるかもしれませんよね、はい、ただ、ですね実はこの政府として賃上げできるためにできることというのは実はこれ限られているんですね。ね、はあ 限定的なんです、はい、というのも、従業員の賃金をアップするかしないか、まあ、つまり賃上げするかしないかというのは、これそれぞれの会社の判断で決まることですよね、ねそのため、まあ、政府がどれだけこれ賃上げをしてくださいと要求してもです、ね、まあ、会社の経営者が、まあ、賃上げはしたいんだけれども、経営が悪化することを考えると、なかなか給料は上げられないと、こう考えてしまってはいつまでたってもやはり賃金は上げられないんですね。まあ、そこで岸田政権としては 例えばですけれども、効率よく仕事をして生産性を向上していく、あるいは今の年功序列の給料から仕事に応じて賃金が決まる職務給の導入、こうしたことを促しまして、給料がアップしやすい環境を整えることで、賃上げをしやすい空気というのを作っていきたいと考えているわけなんですね民間には干渉しすぎることはできないけれども、じゃあ、空気作りをということなんですね。はい、あの実際に今週大きなニュースととしてトヨタとホンダ 賃上げについて、満、え、額、ーまあ、回答、スピード回答しかもしたという話が入ってきましたけれども、これ、いわば政府の言う賃上げの,その空気はできてきているということなんでしょうか一つそう言えるかもしれませんよね、はい、非常に大きな流れだったと思いますが、うん、政府関係者はこの動きにつきまして、このように答えています、今年のトレンドになる、そして産業界全体に影響がありそうだということで、うん、賃上げの空気がさらに広がることに期待感を示しているんですね。 あとはこうした大企業そして中小企業が何よりの課題ですよね、はい。そこは大きなポイントになると思います。うん、あの総理周辺も中小企業が中小企業の賃上げが重要だとこれ強調しているんです。うん、まあ、というのも日本の雇用の7割を占める中小企業ですけれども、まあ、賃上げが実現するかというのはですね、現在厳しい状況です。<ー>というのもまあ、現在記録的な物価高の影響で。 この原材料などの,このコストがアップしているんですね。で大手企業がです、ね、このコストアップ分も価格に上乗せしてそして中小企業に発注しないと、まあ、なかなかこの中小企業は賃上げができないんです。ただこの全てのの大手企業がそのよううな対応をするかというとい これも分からないんですそれは中小企業からなかなか言い出しづらいでしょうからこれ困ってしまいまいすよね、うん、そうなんですよねそこで政府ができることとしましては大企業側が発注する価格をこれ引き上げることこの対応を強化したい考えなんですね。ね、うん で例えばまあ引き上げに後ろ向きな企業のまあ名前を公表するなどのまあ規制であったり、まあ従業員の年収を増加させた中小企業に対しては補助金の額をアップするなどの支援を行うと。でそうすることによってまあ何とか中小企業も賃上げできるようにと促しているんです。まあただ政府内からはまあ民間同士の価格決定にまあ政府が介入することになってしまうという懸念の声も依然としてあるわけなんです。 政府が取れる対策というのは、まあ、やはりここまで見てきた通り賃上げを促すものということでして、まあ、なかなか直接的にできることというのは限られているんですこの賃上げの実現というのは政府内では、まあ、政権不要にとっても勝負だといった声も上がっていまして、まあ、岸田政権としてこの空気を作れるかというのも含めて まさに今過強にを迎えているわけです、うんまあ、賃上げ待ったなしという状況ですが、うん、斉藤先生、まずは空気が大事なんだという、うん、この考えはその通りですよね、うん、空気というのは世論ですよねだからインターネットの声含めそういう世論が盛り上がることで賃上げをして企業に対して私たちがいいイメージを持つそれが後押しになっていく、うん、大手の企業の、まあ、賃金だけじゃなくて、はい、中小企業に発注価格が上がは上がらないと中小企業の人の上がらない。うん、一番 そこまで届くようにするためには機運として国民が今、賃上げなんだと押さないとです、ね、政府もなかなか力が及ばないと思うんですよね。 初任給すごく上げるるっって言って言人口ろも増えててきますよね今まで10年間据え置いてたら何だったんだっていう感じですよね、うん、それによって経済が停滞し若い人たちが結婚しづらい状況少子化にもつながったことを思うと、うん、企業も社会の公の組織なんですよね。じゃあその責任を果たししてほしいと思いますねそういう意味では今、この賃上げ機運、運、まあ、最低賃金の引き上げも含めて、気、うん、運というのは高まっているような先生としては感じてますかそうですねなんかこう、ぐぐって、この機会に上げなければっていうのはね、うん、この10年ぶりに来てる感じなので、政府、 はこの動きをねぐんぐん進めてほしいなというふうに感じますね,すねまあ、中小企業そしてそうした非正規雇用の人たちすぐに賃上げにつながることはこれ難しいかもしれませんけれども何、うん、とかその金を高めていっていい方向に進んでいってもらいたいというふうに思います